成28年7月相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者が次々と刃物で刺され19人が殺害されるなどした事件では、元職員の植松聡被告が殺人などの罪に問われています。今日から始まった裁判員裁判で、裁判長が起訴された内容について間違っているところがないか尋ねると、被告はありませんと述べ、殺害などについて認めました。続いて被告の弁護士が、事件当時精神障害があり、障害の影響で刑事責任能力が失われていたか著しく弱っていたなどと述べ、無罪を主張しました。この後被告は、皆様に深くお詫びしますと述べましたが、その直後手を口の方にやって暴れ、裁判長が休廷を告げました。裁判所は、被告が右手の小指を噛み切るような動作をしたため休廷したと説明しています。午後再開した裁判は被告がいないまま進められ、検察は被告には完全に責任能力があったなどと主張しました。次の裁判はあさって行われ、その後は2月中旬までほぼ連日、証人尋問や被告人質問など法廷での審理が続く予定です。判決は3月16日に言い渡されることになっています。傍聴した津久井やまゆり園の入倉薫園長は、いろんなことを感じ取れる今日一日になるのかなと思ったんですけども、本当に午前中のあの短い期間だけだったので、なんとも私自身もちょっと消化不良のまんま今日が終わってしまったなという感じがします。